リミスです。今日はちょっと食べてみましたけど、今日はね、もう結構いい感じになってきちゃいましたんで、いい感じになった勢いで思考シリーズを作っていきます。この思考シリーズはですね、非常に簡単なんです。簡単なんだけど本当にうまいと、お店の味を凌駕しちゃうかもしれない。今回のメニューは汁なし担々麺です。今の季節に非常にいいですね、これね。はい、思考シリーズは一滴も飲まないっていう風に言ったじゃないですかって皆さん言うんですけども、ここでこの言葉を皆さんに捧げたいです。思考シリーズはシラフでやると言ったな、あれは嘘だということですね。今回は思考シリーズを酔っ払いながらやっていきます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。今回ね、材料紹介、まあ材料少ないんでやらないんですけど、皆さんね、材料を知りたかったらですね、概要欄に書いてあります。皆さん意外とね、概要欄見てない方すごい多いと思ったので、ここのチャンネルのこう声でやっていきます。シュッシュッ、フライパンに火をかけます。そして油ね、小さじ1半ですねをやっていきます。はい、こんな感じ、大体でいいです。フライパン温めてくださいね。このフォースを感じてください。皆さんフォースね、フォース、手熱ってぐらいフォースを感じたら、豚ひき肉 60g、 ここはもう特別な訓練を受けてるので、大体 60g が分かるので、これぐらい。ここにね、塩コショウ、お肉には塩コショウを殺菌した方がいいとかね、いう方もいますけど、あんま変わんない、ひき肉においてはね。だからあんまり気にしなくていいです。ごめんなさい、ニンニク切ってください。最初ね、ニンニク1個切ります。豚肉を炒めるのはこっちなんで、最初に豚肉炒めちゃっても大丈夫。ニンニクのみじん切りなんてもう秒でできるんでね、しっかりね炒めてくださいね。ポロポロと全体ちょっと炒まってきたなと思ったら、ニンニクですね入れていきます。でこれで香ばしさねつけていきますんでね。そう、ね、酔っ払いでも全然できますからね、これはね。汁なし担々麺でみんな憧れですよ、これね。非常にね、美味しいもんができると思いますんで、これね、もう期待しててくださいね、皆さん。こんな感じです。中火ぐらいかな、中火ぐらいで炒めていきます。で、ここにですね、いつもはね、僕、使わないものが登場してきてしまうんですけども、これね、ぜひね、用意していただきたいなっていう風なものがありまして、それがね、何だかというとですね、甜麺醤ですね。甜麺醤まあ、味噌とか砂糖とかでも一応代用はできなくもないんですけども、今回思考シリーズなんで、甜麺醤、すいません買ってください。甜麺醤のね、このコクの深い香りとかはですね、甜麺醤じゃないと無理です。甜麺醤を小さじ2杯。で、甜麺醤はですね、スプーンにつきやすいので、よくですね、トン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 してください。で、甜麺醤のね、これのいいところっていうのは、非常にね、深いね、カラメルみたいな匂いがするんですよね。この香りが非常にいいわけですよ。これはですね、味噌と砂糖とかでは到底表現できないような香りがするんで、ほとんどのスーパーで売ってると思います。なのでですね、買ってみてください。非常に美味しいものができますんで。お醤油と酒も入れていきます。お醤油がね、小さじ半分。でもほんと少し。お酒がね、小さじ2。今これ何をしてるんだっていう話になってくると、このね、シナサンタの上の肉味噌作ってるんですね。これ非常に美味しい肉味噌でございます。じゃあですね、火消しちゃったんですけども、これでね、いい感じの甜麺醤の肉味噌ができました。水分はね、完全に飛ばしちゃって大丈夫ですね。これは一度ですね、フライパンのままでもいいんですけども、ちょっと避けておきます。そしたらタレの準備をしていきます。まずこの大さじ1の練りごま、ちょっと多めで、ごまを多めにすればするほど濃厚になります。はい、で僕は濃厚なのが好きなので、大さじ1とちょっとですね。塩はね、大さじ半分なんですよ。お酢、これも大さじ半分。ここにラーの油ですね、ラーの油を小さじ1。はい、小さじ1。ごまの油ですね、ごまの油を粉末の小さじ1。だ結構ね、油分は入ります。そしてですね、お砂糖小さじの半ですね、小さじの半分。そしてソムシャンタンを大体ね、小さじのね、半分でいいんです。これはあんまり入れすぎるとね、塩分が強いのでね、きっかり小さじ半分入れてください。そしたら少し混ぜておいて、あとで麺を入れていきます。今お湯を沸かしてるんですけども、これね、ピーナッツあればでいいんですけども、6、8粒ぐらいをですね、砕いてあげてください。でこれをね、後からのせることによってね、非常にね、香ばしくて美味しい汁なし担々麺になりますんで、まあもう本当に粗くで大丈夫です。これぐらいでね、ザックザックとやっていただいて、もうこれぐらいで大丈夫です。はい、これもね、用意しておきます。で、沸騰したところに中華麺 130g、はい、これ測ったものでございます。これを入れていきます。で、表示通りに茹でていきますね。よしよし、まだね、そんな酔っ払ってなかった。まだ記憶が、結構ひどいなと思われる動画はね、記憶ないんでね、あれね。このチャンネル酔っ払いチャンネルじゃないじゃないですか、料理チャンネルじゃないですか。
料理チャンネルなんだぞ。みんなね、ちょっと勘違いしてる。ちょっと方向性がね、酔っぱりチャンネルになっちゃってるから、僕ね、料理研究家なの、一応ね。方向修正していかないだから、お酒は控えめにします。控えめにして、僕は、料理の素晴らしさを伝えるんだと。そういう感じでやっていかないといけないわけですよ。お酒が飲みたくて、料理作ってんだな、こいつだって思われると良くない。僕はお酒が飲みたくて料理作ってはいるんですけど、まあだからどっちも愛してる。お酒も料理も愛しているんです。だから、やるんですよ。ポコポコ沸いてきたら、これ茹で汁。茹で汁をさっきの丼に大さじ1入れてください。これでですね、いい感じのスープの濃度にしていきます。でね、ちょっと混ぜといてくださいね、これね。いい感じで麺も茹だりましたので、じゃあこれはですね、ざるに開けてチャッチャチャッチャやってここに入れていきますね。はい、チャッチャチャッチャやったものをここに丼に入れていきます。こんな感じですね。そしたらですね、熱々の麺のままですね、混ぜてくださいね。はい、汁なし担々麺のソースをね、こうやって混ぜていきます。いいですね、いいですね。よーく麺に絡まってますよ。麺はね、そこまで太麺じゃなくても大丈夫。中太麺ぐらいでも全然平気ですので。で、ここに先ほど炒めておいた、肉味噌、こいつを乗せていきます。汁なし担々には、ね、欠かせないこの肉味噌ですね。香ばしく炒めたものがありますので、こいつを、入れてください。この時ね、フライパンに残った油は別に入れなくていいのでね、お肉だけ乗せてあげてください。このお肉とね、混ぜると非常に美味しくなるんですね。で、あとはトッピングをしていきます。今ね、すっごいごまの香りがします。で、ここに小ネギですね。小ネギをね、結構ね、入れちゃって大丈夫です。はい、わさっと、かけてあげてください。おお、もううまそうですね、これね。ここにさっきやるピーナッツ、うん、まあそうですね。これがね、麺を吸った時のアクセントになって非常に美味しいんです。で、ここにですね、最後に、まあこれあればでいいです。これがあると一気に見た目が汁なし担々っぽくなるので、糸唐辛子添えてあげてください。そうするとこれどうですか。あー、なんか金満腹っぽい感じですね。ということで、汁なし担々麺の完成です。で、最後にごめんなさい、ラー油一振りします。はい、それではできました。早速食べていきたいと思います。いただきます。あー、汁なし担々麺にはビールだね。いただきます。あー、これね、やべうめえな。これはね、ごまの全部ね、麺に絡む。このコク、うまいね。味はね、結構強めなんですけども、非常にですね、タレがね、麺の一本一本によく絡んでて本当に美味しい。で、辛みはね、ラー油たっぷりかけてあるんで非常に辛みがあります。これだよ。お昼ご飯としてそのまま食べていただいてもいいんですけども、まあ酒にはまるでラーメン屋さんで食べてくれるような。少し入れたね、お酢と砂糖、これがですね、全体をね、非常にまとめ上げてくれてるんですね。でですね、今日はこれからちょっと味変しちゃいたいと思いますよ。まあこれね、ご家庭にはあんま置いてないと思いますけども、ホワジャオです。はい、中国山椒ですね。なければ日本の山椒でもいいんですけども、これね、一振りすると世界が変わります。ちょっとね、ピリッとしてて、まあ、しびれるような辛みがあるんですけども、香りがね、違うんですよね。これを入れると非常に本格的になります。お、たまらんがや。圧倒的なおこ、まあ、これで皆さん、お店に匹敵するような汁なし担々麺がお家で超簡単にできちゃいます。皆さん、調味料はね、ちょっとスーパーに行って買わなきゃいけないものもあるんですけども、完成したもん食べたらそんなのも取れます。皆さん、たまらん。ということで、皆さんぜひやってみてください。あ、ちょっと待って待って待って、ニンニク切るの忘れた。ニンニク切るの